鴨雁章は日本の鳥類コレクター、園芸研究家。1930年生まれ、静岡県掛川市の桃山時代から続く豪農、庄屋の家系で、鴨家14代当主。立教大学経済学部から、同大大学院経済研究科に進み、1957年に家業のため中退後、自宅に鴨花あやめ園を開園。以来花あやめのほか、ベゴニアフクシアコリウスなどの柿栽培や、フクロウなど、鳥類の飼育に専念する。花と鳥が好きだけでなく、資金も潤沢で、コンピュータ制御による巨大温室でのサガリバナの品種改良のほか、鳥ウイルス、病原菌の検出等に努めている。第1回、ライナスポーリング賞を受賞。また、金賞日花の生みの親としても知られる。1930年設立の日本花あやめ協会の名誉会長。鴨荘、富士国際花園園長、花鳥園社長。鴨グループを率いて、観光農園のテーマパーク花鳥園を各地で運営。これらの施設は、人と鳥が間近で触れ合えることを最大の特徴としている。2013年11月25日付で東京地方裁判所に破産手続き開始の申し立てを行った。2015年4月には松江フォーゲルパークを運営していた有限会社カモが破産申請した。ありがとうございます。